TGV シュッド S とは、フランスの高速列車 TGV 用にアルストムが製造し、フランス国鉄が運用を行っている、純動力集中方式の高速鉄道車両である。1978年から1986年までの8年間に、渡り製造され、日本の新幹線の最高速度を上回る、世界最速の列車としての基礎を築き、 後に続く TGV シリーズ各車両の基本となった。2020年2月時点では11本の編成が在籍し、1本がパリリヨン駅近くに立地する南東ヨーロッパ車両基地10本がパリ北駅近くに立地するランディ車両基地にそれぞれ配置されている。編成番号1から37、39から45、47から69。 71から87、89から98、100から102の98本は2万3000型で、交流2万 5000V50Hz、直流 1500V の2電源に対応する。第1編成と第2編成は、開業に先立つ、試運転のため1978年に作られた、プロトタイプで、それぞれ、パトリックとソフィーという愛称がついている。 第16編成は1981年2月26日に当時の世界記録である時速 380km を達成した。結番となっている第38編成は郵便車編成ラーポストに転用され、第70編成は1989年に除籍、第88編成は後述する三電源対応の第118編成とされた。なお、 第99編成は、当初から欠番である。また、LGV 営業開始当時、全車一等車という編成が数編成存在した。編成番号110から118の9本は33000型で、スイス連邦鉄道に直通する、国際列車、リリアなどに運用されるため、交流 25000V50Hz、直流 1500V、 スイス国鉄の交流 15000V16.7Hz の3電源に対応していた。一部編成はスイス国鉄に長期リリースされ SNCF のロゴに代わりスイス国鉄のロゴが車体に重付されていた。9本とも2012年から2013年にかけて運用を離脱している。落成当初のオレンジ塗装ギニーロ塗装に変更後の 第101編成歴代3色の塗装を施された第1編成カーミリオン塗装の第16編成編成は両端2両の動力車と中間8両の連接客車で構成され編成重量は385トンである主電動機は動力車の台車に8機動力車に隣接する客車の台車に4機の計12機が装備され 交流25000ボルト区間での編成出力は6450キロワットである。主電動機は、車体床下,下に装着され、トリポードと称する加藤継手により、車軸部の駆動歯車に動力を伝達している。制御方式は、直流区間では、サイリスタチおッパ制御、交流区間は、サイリス体操制御で、直流電動機を駆動する。台車は、動力車。 客車ともに二軸ボギーで、車輪直径は 920mm、ホイールベースは 3000mm である。軸箱と台車枠の間は、ゴムと後半を重ねた筒型ゴムにより支持される。落成当初はいずれも枕バネに、コイルバネを使用していたが、客車のものについては後に乗り心地改善を目的として空気バネに回収された。ブレーキシステムは、 発電ブレーキ併用電磁自動空気ブレーキであり、台車には踏み面ブレーキ、ディスクブレーキが装備されている。連結器は先頭部分に車体側面からの操作によって開閉するカバーによって格納されたシャルフェンベルク式密着連結器と動力車と中間車の間にメジ式連結器を装備する。先頭部は並列運転の際に使用され、中間車側は 無動力回送の際に、機関車によって牽引される場合に用いられる。終電装置はアーム型パンタグラフを、両端の動力車に交流区間用と直流区間用の2機をそれぞれ搭載する。運転台よりが直流用、連結面側が交流用である。硬直切り替え時の操作によって2つのパンタグラフが、デッドセクション走行中に切り替えられる。 シュッド S ト編成の導入当初は直流用パンタグラフが SNCF で一般的に使用されていた Y 型マストのものであったのに対して交流用パンタグラフは高速走行時の河川への追随性を高める目的で一本マスト型シングルアームパンタグラフの上に小型のシングルアームパンタグラフを乗せた形態の ダブルアクション型パンタグラフを使用していたが、LGV 体西洋旋回業に際して投入された TGV。オットランティック編成からは、ダブルアクション型の代わりにスリー板の微細な上下動をアシストし、超高速走行時の終電性能を向上させるダンパーを使用した一本マスト型が採用された。シュッドエスト編成においても、 この改良型への交換が進行している。スイス直通対応編成は、パンタグラフの3リ板の幅が狭いものに交換されている。直流区間では、角動力車のパンタグラフを使用するのに対して、交流区間では、後部動力車のパンタグラフのみを使用する。車体は、対向性後半性で、板厚は 3.2mm である。客車は一等車2両。 二等車五両、二等座席とバーの合わせ作り車一両で構成される。車体塗装は当初オレンジを基調としていたが、1996年から内装更新に合わせて TGV オットランティック編成と同じシルバー値に青帯に変更された。2011年9月には開業30年を記念して第一編成がカーミリオンとバーミリオンのグラデーションに変更され、 2017年までに34本がこの色に更新された。当初の営業最高速度は時速2 6 0トルで1982年夏のダイヤ改正で時速2 7 0トルにスピードアップされた。その後ほとんどの編成が LGV 地中海戦海業に際し保安装置を DVM-432 乾燥台車を 新型の Y256Y257 型への乾燥、歯車費を高速向けに改造、周辺圧器の冷却性能の強化等の高速化工事を施行されたことで時速 300km 運転対応とされた。スイス直通対応編成は LGV 線上の走行距離が短いため時速 270km 対応で損置されている。SNCF では 最終的にシュッドエスト編成を淘汰するため、時速 270km 対応編成の時速 300km 化は検討していない。LGV 開業前にパリリオン間で在来線だけを走行するリオネとして営業運転を開始した。その後1981年9月にパリリオン間を LGV 南東線経由で営業運行を開始した。 長らく南東線系統のみで運用されていたが、2001年に LGV 地中海線が開業してからは、LGV 東連絡線を経由して、LGV 北線方面に直通する列車や、北線系統のパリ北駅発着列車などにも運用されるようになった。開業以来使用されている車両のため老朽化が進行しており、2012年のダイヤ改正以後は、 運用離脱が進んでいる。スイスへの国際列車の運用についていた3、電源対応車は TGV ポス型とユーロデュープレックス型によって全廃、2電源対応車はデュープレックス型やユーロデュープレックス型によって廃車が開始されている。北線を中心に運用されているが、2028年までに全編成が離脱する見込み。 2019年に運用離脱した第1編成、パトリックは、翌2020年2月に、歴代三色をまとった、復刻塗装となり、パリリオン駅とリオンペラーシュ駅で、一般公開を行った。南東ヨーロッパ車両基地配置の、第65編成は2011年に、LGV 南東線、開業30周年を記念した、特別列車。 TGV エクスペリエンスに改造された。車体には30周年記念デザインが施され、客車8両のうち4両は座席を撤去した上で、TGV に関する各種情報の提供や、TGV 車両の模型などを展示している。この特別列車は、同年4月16日から7月14日まで、フランス各地の16駅と、スイスジュネーブを巡回した。 ありがとうございます。